はい皆さん参りましょう、はい、毛染めをねいかに早く塗るかね、まあ、早く塗らなくてもいいんだよね、自動車の運転だったら、多少時間がかかってもいいから、渋滞がない、ストレスのない塗り方が一番いいんじゃないかなと思うんだよね、で人間の頭ってのは丸だからね、まあサイド、トップ、で正中線で分けて右左、あとバ、まあそういう考えもあるし、バックサイドとバックっていう考えもあるしね、ロットクみたいにね。 であまり細かくブロッキングするよりも人間の頭は四角であるまあ、断面図日本人の場合だよ絶壁だから、まあ、カットでもそうだけどねそう四角だと思うとねサイドと後ろだよねでブロッキングは三分割まあ今三分割って言ってるけどこれ頭の形とかね髪の長さとかねあの髪質によってね ようように変わっちゃうんだけどねこういう長い方の場合は3分割がいいかなと3分割で考えると縮毛矯正のねアイロンも3分割の方がいいかなと思うんだよねまあこうやるとここに毛染めがのってるのこうやって下にやるってのは辛いんだよねだ上に持ってくるのはいいんだけど上に乗ってくるのはいいんだけどできれば下に押し付けた方が薬剤を 節約できるんだよねでこうやると手首がきついんだよねこうやって持ってきたのは手首がきついじゃあどうするかっつったらこうやって塗るこれでやっぱりきついんですとやっぱりこれまあこっちの文字ねこっちの文字側にこう薬のつけるじゃないたら返すこれを裏返しするこっち側につけたらこれを返すこうやってで意外とねコームって使わないんだよね 意外とこのコームって使わないんだよねこ,のブラここにコームついてるけど意外とこのコームって使わないんだよこうやってこうでも体がちょっとかったるいよねうんこれだとこうやって上に塗るのは楽なのよでもちょっと手首はきついかなこれだったらこうやってこうやってこうやってここにのっけたものをひっくり返してこうか このはちょっと楽かな。あと、三分割でやるとどうしてもね、この辺ね、真後ろ絶壁だからってね、こうやってね、まあこうやって塗るじゃないすと、この辺が塗れなくいいんだよね。まあこの辺はこっち側からこうやって攻めちゃう。そうするともう本当に一筋ぐらいなんだよね、こう塗れない部分がね。したら、それはそれでまた後で塗ればいいんだけど、まあ三分割で、三分割法 もちろん、早く塗るのが目的じゃなくてね、車の運転って言ったら、渋滞にはまらない運転っつうのそっちの方が大事じゃないかなと思うんだよね。うん、こうやって持ってきたら、こうね。だから、持ち方もこう。うん、だどうやって持つか、こうやったら、こう。このぐらいで持った方がいいのかなこうやったら、こう。こうやったら、こう。こうやって楽だね。こうやったら、こうやって塗れるね。 こうやったら返せるだ、ね。返せて塗ればいいんだからこうやって返すね。これだとこっちで持ってくるとまあここら辺はやりやすいか。こうやってこうやってはやりやすいか。ただ下の方がやりにくいんだな、ね。こうやって。これはちょっと手首がきついんだよね。まあ、どうやって塗るかね。だから下の方だけだね。このこうやって。これちょっと手首がきついのね。手首がきついと。 ちょっとスストレスなんだよねこうやってこの辺はそんなに塗りにくくないかこうやってこうこちらはこの辺になるとこっちの方が塗りにくいかまあこうやってこうやってこうでこうやってこういくんだったらちょっと斜めにした方がいいのかねこうやってこうやっぱり斜めにした方が楽かなうんしたらやっぱり3分割っていうのはちょっと厳しいかな こうやってこう斜めだねじゃあこうやってなるべくたっぷり押し込むこれちょっと腰がないねブラシにねこっちでやると、まあ、これだとやっぱりちょっと手首がきついんだよねもう若い人は曲がるかもしれないけど親父になると曲がらないんだ手首がねちょっと硬くなっちゃってねだからこうやり方っつうのを考えるんだけどねこうやってこうねこうやって裏側からだ,だから人個人個人で塗り方っていうのは色ろできちゃうよね で斜めスライスで行った方がいいかでもこれロングの場合はねショートになるとまた違うよねああ、うん、ちょっと首下に向けようそんでやっぱりこうこうやって取って斜めスライスはこうはやっぱりかったるいんだよねこうはかったるいんで手首が非常に曲がなきゃダメ こうやって、こっち、背中に乗っけて、こうはやりやすいんだよね。意外と、これって難しいんだよね。こうやって取ると、なんか微調整できないんだよね。うん、こうやって。だ、こっちで取るってのは楽なんだよ。こっちで取って、こう自然にいくでしょこっちでいくと、オーバーアクションになるから、いいんだけど。だから、どうせ、コームなんか使わないんだから。この、こっちのコームで溶かすってことは、ほ、ほぼないからね。まあ、こうやって返す。どっちでもいいかね。 その方がたくさん塗れるかもしれないね。こうやって。だショートの場合だよね。こうやってブロッキングできないからね。うん。ショートの場合ブロッキングできないから、やっぱ逆から塗っていった方がいいのかな、ショートは。逆から塗るんだって、上に塗り上げるんだったら、この方が早いよね。でもこれもちょっとカッタルにね。自然な手首で塗りたいよね。こうやって。自然な手首の感じ。ちょっとこう直角だもんね、ほとんどね。うん。そうするとやっぱり こうやった場合これが自然だよねこう自然に持った位置で塗るっつうんだからでもこっちの方が塗りやすいのかそしたらあでも背中にちょっと無理がないこうやってこうはやりやすいこ,こうはね縦塗りね縦塗りはやりやすいよねもう全然ねこうこ,こうはちょっとやりにくいよねだやりやすい方向ってどっちかってことだねこうやってやっぱり逆にじゃこれをこうやって取るのを覚えた方がいいってことこうやって取るの。 こうやってるのこ、普段みんなこうやって取ってきてこう来た方が早いよね。だまあこうやって塗ったらこういって取って、まあ、こうやって取ってこれだとみんなが意外と微調に慣れの問題かなやっぱり。ねしたらこうやってこうやって塗るっていうことはこうやって取るのをやめちまってこうやって取るのを練習した方がいいのか。ねこうやって取るのを練習するっつうの うん、だからこうはやめるねこれはどうかなこれも別にこうもなんか使わないんで結局ね、まあ、こうやってこうこれも塗りやすいよねこれの場合はちょっとあれかなこうやったら斜めスライスの方が塗りやすいねちょっとこれだとまあこうだからこの方が塗りやすくなるよねこの方がねまあ持ち方はいろいろあるけどね うんまあ、こうだからこうやって持って返してこうこうやって持って返してこうと斜めスライス取りになるだからこれ髪の長さに応じてちょっと考えた方がいいねこれはちょっとすぐに答え出ないねしたらあのここはさこうやって分けてこっちを持つと髪の毛って意外とさこっちに流れてんだよねこうだから非常に塗りにくいんだよねここっっちはこうやって こう持って塗った方が塗りやすいんでここはねここの方がこっち面はねこっち面はこうやって取ってこうが塗りやすいんで何でかって言ったら髪の毛がみんなこっちに毛利で生えてるからこっちを抑えてもこっちの毛がみんなこっちにこうやってきちゃうんだよねだからまあそれはまあサイドなんだけどで後ろに関してはこれ汚い若干こうやって曲げた方が円にした方が自然に塗れるね まっすぐだだと結構きついんだよここがなで肩も当たるしねなんでこうやって塗らないのっしたら肩があるってここ先っちょが当たるからねとさっきのあれの方が塗りやすいのかまあ、だかここまっすぐに持ってきちゃった場合まあこうやって取って、うん、この方が塗りやすいよねというのはこれなんで今までこうやんなかったかって言ったらこれ肩が当たったんだよこれがだからできなかったんだよ。うん、やるとしたら ちょっと曲げた方がいいかなだってのは曲げなきゃ結局こうやっていくじゃないこうでしょでやっぱりここがオーバーハングになるんでここがちょっとなこうなるよねちょっとやりにくいよねうんたらこの方がやりやすいかやっぱりうんでこう取って取って取ってまあこうかこれのこれこうやって取ってあまあこうやって取ってこうこうこう自然な位置ね 自然な角度まっすぐに直角平行に日本人は几帳面だからまっすぐ直角に取るとちょっとやりにくい最後きつくなるねうんまあその辺でどうなるかね考えようまあこれ実戦でやってみないと分かんないねこれロングの場合ねショートの場合ねあと髪の毛が細いふといろいろあるからね